龍之介の長崎日和。龍之介さん、今日はどんなお話でしょうか。いつだったか、秋山さんの話の中にね、はい、加護町に、昔加護町に鳥の剥製を売ってた店があったっていう話を覚えてるんです。はいはい、うん、でそれ非常によくできてた剥製でね、外国人からも注文があったと。うんうん、そうですね、はい、ですよね、はい、その日本人がそもそも誰からね、はい、剥製の作り方を学んだかという問題があって、うん、はっきりしてるんです。そうなんですか。うん、お、俺はね、鹿児島の島津のお殿様、はい、幕末の成明という有名な人がいるんですが、その人のひいおじいちゃんにあたる人が、鳥を飼うのがとっても趣味でね、ええ、あ、殿様ですからね、出島のオランダ人からね、うん、珍しい鳥があったらお金を出して飼うぐらいの鳥好きだったの。そうなんですか。うん、とっても上手だったの、鳥を飼うのが、うんうん、でね、その人がね、お江戸にシーボルトがね、散布でやってきた時にですね、もう命場に会いに行くんですよ。その時そのひ孫のね、成明も連れて行くんだけどね、はい、片言のオランダ語を交えながらシーボルトと会話を交わしてんのよ、うん、でその時にね、その鳥好きっていうことが分かってね、シーボルトがね、その場でね、鳥をどうして剥製にするかっていう方法を教える。それが最初なんです。そうですか。ちょっと今までは、うん、日本ではその剥製にするとかっていう発想なかったんじゃない、あれがないかもしれないですね、うん、そのいわゆるその珍しい外来種とかなんとかもないわけだし、うんうん、そうだったんですか、うん、で今日の話はこのシーボルトなんですがね、はい、それもその大抵シーボルトを語られる場合にはシーボルト事件が起きて通用されたって、ここでおしまいになっちゃうんだな。そうですね、まあ、そうだよ、うん、そうだよね、うん、宮本武蔵の話っていうのがあってさ、はい、でこれがまたね、終わりは必ず巌流島で佐々木小次郎といやいやってやってね、そう、めでたく勝つところでほとんどおしまいになっちゃうんだな。そうですね、だな、うん、でもさ、それからの武蔵っていう話があるんですよね、ある作家が書いたけどね。あの方は割と長命でらしたんですよね。そうだよ。その熊本に実家がありますよね。うん、あるんです。うん、まあそれに今日は入るんじゃないんだけど、うん、はい、今日はそのシーボルトのね、その後、はい、それから日本を離れた後シーボルトはどうなったんだろうか。はあ、それからのシーボルトと対してそこら辺をちょっと触ってみようかなと思う。シーボルトがまた再来日したときは、もうかなりお年だったでしょ、うん、再来、うん、二度目はね。はい。これはね、今話してるのは最初の、まだ若い頃の20代のね。はい。20代に結局、23でやってきて、うん、20代の後半で帰るんだけれども、その時は、さっき言ったように、事件を起こして、牢につながれて、はい、うん、で、結局、追放ということ、形で、日本から追い出されるわけなのよね。ね、で、その時のね、召喚長がね、彼と一緒に来た召喚長なんだけど、ね、江戸にも行った人なんだけど、この人もね、やっぱり追放処分を受けるんです。うん、で、二人ともバタビアに帰るわけね。オランダ船に乗って。そして、向こうのバタビアで総督府があって、そこで、カクカクシカジカで、っていうことを話したら、総督府からね、日本の幕府にね、シーボルトが罰を受けるのはわかると。うん、ね、うん。なんで召喚長が、あ、召喚長ももうね、日本に来ちゃいけないという命令がくっつくんだよね。っ
出て行ったらもう二度と来るなと、うん、シーボルトもそうよ、はい、出て行ったらもう二度と来るな、はい、シーボルトは分かるぞ、うん、なんで召喚長までね二度と日本に来るなとそういうことを言われなきゃいけないのかと、うん、抗議が来るんですよ。どうなんですかね。悪いのはシーボルト、うん、なんで召喚長がね巻き込まれなきゃいけないのかとこう抗議が来た。そしたら幕府が答えた、うん、監督不行き届きだって。まあ日本の感覚ではそうですよね。やはり監督そこなんだ。最高責任者だから。そこなんですよ。日本の感覚であって今秋山さんが言ったけど、うん、あれ日本人独特の感覚。ああそうです。監督不行き届きなんで、上の者が悪いなんで、うんうん。我々いつもその中にいるのよ。これ今でもそういう感覚じゃないですか。全く変わってないのよ。うん、いつだつい。ついそんな古くない事件だったと思うけど、学校内で、なんか、教師が、生徒に対してね、事件を起こしてさ、うん、発覚したんです、それが。したら、報道はどうなるかと言ったら、校長とか教育委員会の人たちが並んで、深々と頭下げるのね、うん。で、それやった当人、先生の名前も出なきゃ、顔も、写真も出ない。これね、日本人だけよ。不思議よ、この感覚。謝るべきは当人でしょ。一番先生が悪いんだから、その教室のクラスの。その人間が出てこないでよ。上の人間が出てきて謝って、それで済むんです。こと済むんですよ。日本の社会って。それは、まあ、ことを起こした当事者だけが頭を下げて済む問題じゃないっていうのがあるんでしょうかね、もしかしたらね。ヨーロッパ人の感覚から言えば、うん、まあ、個人が欧米っていう、ね、そう個人のが向こうで確立してるんだよね、しっかりとね、別々っていうことがしっかりとし、うん、日本人はないわけ、うん、ではその団体、うん、群れでこう、ちょっとおさを持って謝らせたら、それでおしまいと。こういう不思議な社会なのね。周りもそれを望んでる気が済まないとか、その上の方引きずり出さないとっていう。そこが日本人独特のか。うん。うん。僕はね、もうテレビでね、深々と頭下げる人々を見るたびにね、うん、本人が出てこないで、なんでその何もしなかった。これあれ見るたびにね、さっき言ったシーボルトがね処罰受けたときに、その召喚長までもね同じ同罪になったという、うん、このことをね、経過をね、すぐに思い出すの。そのまあどういうことを起こしたかっていう、その事件の性格にもよりますけれども、職権を利用してやったってことになると、その日本の感覚ではですね、うん、そのそこを総括してる者も、うん、まあある種責任があるというふうな解釈なんですね。事実はね、この二人はね、うん、仲悪かった。召喚長とシーボルト、シーボルト勝手なことばっかりするわけですよ、自分の調査のために、うん、その都度怒ってね、二人対立してね、仲悪かった。ああそうですか、うん、だから召喚長にしてみたらさ、なんで俺までね、うん、あいつの素行のおかげで、うん、こんな目に遭うんだと、うんうん、そういうこと感覚になるよね、うんうん、でも日本の感覚ではね、それは全く変わってないんだ。そのシーボルトの事件を起こした時とね、うん、現在とさ、現在の日本の社会と、うんうん、全く変わりないんだね、うん、変わらなかったっていうのはそこに、うん、日本的な、なんかの合理性があるんじゃないですか。ある、縦型社会の。うん、うん。うん、責任の取り方。はい、はい。まだ個人が確立されてないということね。ひっくり返して言えばね。うん。そういうこと。日本では。うん。うん、まあ、とんでもないように言ったけどさ、うん。シーブルトっていう人は、向こうに帰ってから何をしたんだろうっていう問題ね。うん、そうですね。いや、ほとんど僕は
知らないですよ。うん、まあもちろん、結局日本に対しての興味っていうのはね、うんうんうん、多分薄れることはなかった人なんだろうと。そう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 。日本大好き人間だったよ。はい、あの、出島に来た学者さん、三大学者ね、三人有名な人、三人いるんだ、はい。ケンペルト、ツンベリーとシーボルト。この三人はそれぞれ向こうに帰ってから日本に関する本をね、それぞれ出版してるんだけれども。なかんずく、このシーボルトという人の著作たるや、うん、ものすごい仕事なんですよ、もう。そうですか。本当にもう、びっくりするような、うん。こう、まずボリュームがね、ボリュームがあるってことはね、その、触れる、その、フィールドがものすごくまた広げ、広大なのね。うん、じゃあ、結局彼の専門分野に、それはとどまってないんですね。医学とか、うん、そういう。だから医学はほんのワンノブゼン。うんうんうん、もう、日本人は高く見てるんですよ。知ること。あ、あの、日本に新しい西洋の医術植え付けたとか、こういう人仰いで見るんだけれども。はい。本当にそういう名医だったらね、彼帰ってきてから、帰ったらさ、国に帰ったら病院開いてるでしょ。そうですよね。そうだよね、うんうん。開いてないよ。うん、開いてる。彼は日本の専門家としてね、研究者として世界に名前を知られていくんだけども、うん。うん。もちろん、その時、競争相手っていないですよね。彼の独断場じゃないですか。そんなとおそらく。ね。仕事しかいない。いないですよね、うん。うん。だからみんな彼のところに問い合わせが来る。うん、ロシアからアメリカからね。うん、フランスから、うん、みんな。いや当時、まあ、そういうおっしゃっても、日本に対しての興味というかな、そういうのはどうなんでしょうか？あったんですか？例えば、そういう、まあ、シボルトがその辺の情報を持ってたと。うん。それについて興味を抱くような。それはね、背景がね、ちょうどね、うん、彼が向こうに帰った時代っていうのはね、はい、もうヨーロッパではね、産業革命がもう、生活の中に入り込むような発達の仕方を見せてて、はい、まあ、その中でも、交通機関ね、はい、これは蒸気機関の発明によって、船も速くなる、陸上も速くなる。うん、それがどーっと行き渡っていってね、例えば、はい、鉄道っていうのはイギリスから始まるわけだけど、あっという間にフランスの国を北と南繋いで、でマルセイユ、南の方マルセイユがある、うん。あそこから船でエジプトに行って、うん、エジプトからカイロまでかな、陸路を行くんだ。あの、うんうん、航海の入り口のとこまでね。あでそこから再び船に乗って、はい、航海を下って、こう来るとね、インドがずっと近回りになるんだ。あそうイギリスからさ、アフリカ経由で希望法回ってこう行くよりもね。うんぐるっと回らない、ね。ずっと速くなるんだ、うん。このルートが開発されるんだよ。そしたらアジアってのはすごく近く、ね。そうなんです。昔の大航海時代と全然違う。もう、ね、もうそれまでの感覚といったらぐっと近まってね、うん。それまでの感覚で物事を考えてたらもう世の中はおつけなくなる。そうか。じゃああの時期、その、うん、いろんなヨーロッパの主要国。まあ、ロシア含めてですね、うん、一斉に日本に対して、その、なんていうか、通商を求め出したというのは、うん、まあ別に偶然のことじゃないんです、ね。もうすでに、ね、イギリスはね、うん、中国といろいろこうやってる時代なんだよな。うん、盛んに。じゃあ、日本に対して誰が先鞭をつけるかっていうところだったのか。そうだね。そうでしょ、まあ、それはオランダがまあつけてはいたんですけど、ねうんうん。でね、そういう状態を見たオランダのね、ねウィレム、二世、国王がね、はい、もうね、この状態でいけば、日本が取ってる政策、鎖国政策はね、うん、できなくなる、はい、ということ。まあ、一般の人もそのように考え出すしね、ぐっとアジアが近くなったわけだからね、そんないつまでも鎖国できないよっていうことに気がつくんだな。ここでね、オランダ人としてはさ、ずっとそれまで日本と、たった唯一許されてね、交渉して、外交を結んだ国でしょ。はい。で、一つここで国王から国書を届けて、アドバイスしようじゃないかと。
もうそろそろね、国を開いたらどうですかと。うんうん、はいはい。その文章をね、うん、その文章の下書きはね、はい、実は、シーボルトが書くの。あ、そうですか。うん、じゃあ、まあ一番日本に通じた人ですよね。うん、そうなんです、うん。彼を言って、その、在、オランダではいないかもしれないですよね。うんうん、で、実際その施設はね、来るんですよ、長崎に。はい。上の方の貴族のなんか立派な人たちが乗って、はい、乗ってね、はい。あ、そうですか。そして、奉行所を経由して、国書を届ける江戸まで。あ、その、いわゆる施設として来たということ。もう国を開いたらいい。もう世界の状況はこうだから、もうこれ以上ね、ずっとシャットで通すことはできないよと、うん。もうそろそろ開くことを考えた方がいいですよと。こういうことだ。もう、オランダとしては、つまり自分の規制の特権っていうのをちょっと放棄するみたいな感じになる、うん。もうその頃はね、オランダ、うん、オランダがね、うん、やっぱり通称としてもね、あんまりもう旨味がね、冴えないんだ。冴えないですもんね、うん。そういう時代になってた、うんうん。それでもね、幕閣、お江戸の幕閣はね、その返事をするにあたってまた会議を開いて、いやと言うわ、ノーというわけね。あ、そうですか、うん。でも、なんか不思議な話ですね。うん、まあ今の話で。オランダがいわゆる既得権を持っているわけだから、うん、まあもしかしたらそういうような施設を送って、より自分たちの立場をね、うん、また優位に持っていきたいっていうのがあって、みんなに、あるな、全部イーブンに、日本とのね、あれ、通称をあれしようっていうふうな、うん。最初にこう、ね、押しとしのあれには見えないですね。うんうん、そうね。計算が働いてると。計算働いてると思う。あ、でもそういうふうな働きかけがあったの、実際。ああ、幕府に対して。幕府に。でも、幕府はね、もう半分はね、うん、そういう意見が盛り上がってきてるのは知ってたんだけれども、政策としてはね、やっぱり断るんだな。ああ、そうか。うん。で、返しちゃうのよ。うん。うん、で、その後ね、シーボルトに対して、打診をしてきたところがロシアとアメリカの。打診というとどういうことなんですか？うん、いろいろ情報を教えてくれて。はっきり言えば、ペリーなんだね。ペリーはね、日本行きが決まってからね、うん、シーボルトにいろいろ質問するし、シーボルトが本を残して、書いてるんだけど、それを全部読んでるよ。そうですか。うん、ペリーという軍人は、うん、綿密に調べてる。ああ、そうですか。うん。わからないところは問い合わせてさ。うん。うん。でね、そういうのが来たもんだからね、シーボルトもその気になってね、だったら、自分も一緒に、乗っけてくれって申し込むんだよ。うん。うんうん、これ断られた。そうですか。可能性があったんだよ。ペリーニのね、蒸気船に乗って、うんうん、裏側に来るという可能性があったんだ。ああ、そうですか。あと、ロシアもね、同じくね、うん、非常に日本に興味持って、はい、いろいろ、結びつきがあるんですよ、シーボルトとね。だから、ペリーが裏側にやってきて、わずか1ヶ月後、もうロシアが長崎に来てるじゃない。うん、そうですね。ほとんど同時ですよね、うん、あれはね。同時。うん。その出どころはシーボルトになるの。そうですか。うん。じゃあ、シーボルトのそういうふうな、こう、日本に返してのその書物っていうのは、うんうんうん、まあ、つまり国の中枢でそれぞれの国がもう読まれていて、うんうん、これはこの国に対しての通称を含めて、うんうん、自分たちが干渉したいというふうに思ったんでしょうね。うんうん、だから、誰が先かということですね。それだけタイミングが同じだということは、うん。で、そういう経過があったもんだから、ペリーはね、ペリーとシーボルトっていうのは仲悪いのよ。うん、断られたことだからね。そうですか。うん。で、わずか1ヶ月のうちにね、ロシアがですね、長崎に入ってくるでしょ。はい。で、交渉、政府と交渉しますよね。シーボルトはね、その後でね、そのニュース聞いて、日本の開国させたのはね、ロシアだと本に書くんだよね。ああ、そう。アメリカはね、要するに
彼の言うのはある意味で正しい。アメリカが、ペリーがね、江戸に行って、一応、下田の港を開けとなんとか、最初に開かせるんだよね。はい。ワシン条約結ぶでしょ。はい。でもあれは、要するに、軍艦でもって幕府を脅したから、幕府はそれに応じざるを得なくなって、ワシン条約を結んだって、正式な、ね、外交ルートでね、きちんと日本を開港させたのはロシアだと、こういうことをね、書くんですよ。ほう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 。怒ったね、それを読んだペリーは。うーん、俺のお酒なのにってさ。そうか。確かにね、長崎に入ってきたロシア人はきちんと江戸からね、外交官が交渉する人が二人、ね、使わされて、そこでこうやってるから、正しいやり方で、外交のやり方なんだね。手順を踏んでるんですね。ほんで、江戸でやったやり方は、あれ本当に、脅迫なんだよね。そうですね。これね、今の言葉ではね、奉還外交って言葉がある。奉還というのは、大砲の方に軍艦の艦。奉還外交って言葉があってね、4文字の。うん、アメリカが行ったの奉還外交、うん。脅迫だよね、うん。武器を持ってない人間に脅して、仲良くしろとか、こうと同じだから、うん。向こうは言われとり、そうですかって言う人はないもんね。そうですね。いや、そんな意味ではね。沖合にね。うん、まあ、そう。見えるところに軍艦を浮かせててね。うん、そしてね、大砲あの時全部陸に向けてんだから。そうですね。まあ、合図一つで撃てえだよ、うん。そこまで行ってたんだから。うん、だからね、ある意味でシーブロトに言うこともわかる、うん。うん、なるほど。うん。外交はそんな脅迫してやるもんじゃないからね。正しい外交はね。うん、まあ、そうですね。そうでしょ、うん、ほら、その後なんか、白旗、外交っていうのが話題になってね、だからペリーがね、日本の幕府に白旗を渡して、もう降参するときはこれを振れば、我々はこれ以上攻撃しない。そこまで言ってたよね。うん。うん。白旗外交っていう本がね、出てる。うん、この間も亡くなった松本健一さんの本だったけどね。その問題を調べ上げてる。あ、そうです、松本健一さん。うん。いらした、うん。亡くなりましたもんね。そうなんだ。うん、亡くなる。あの人長崎来ておられましたもんね。そう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 。そうよ。あ、松尾さん同じシンポジウムに出ておられたじゃないですか、パネラーで。あの時、秋元さんあったんだっけね。そうそうそう、そうですよ。中西先生もいらしたもん。ああ、そうだったっけね。そうですよね。ああ、懐かしい。うん、亡くなられました。あ、その方が白旗外交って言われて。うん。うん、そうなんだ、ベリーのね。うん。うん、まあ確かに無理やり、強引。っていうのはもう否めないでしょう。そうそうそう、まあ、それぐらい日本が逃げ切らなかったっていうのもあるかもしれないですね。もう逃げまくってた。あの頃の幕府はもう本当に逃げまくってるね。うん。だ一番だらしないとこですよ、あの頃は。そうですね。まあ、要するに内憂外患というか、もう全てに余裕がないもんだから、もう、要するに先延ばし戦術というか、そういう感じですよね。しかしもうそれはもう状況は許さなかったから、ああならってしまったんですよね。で、とうとう、さっき言ったような経過があって、ペリーが強引に開けちゃうわけな。はい、日本はね、はい。で、そのニュースがヨーロッパに届いたらさ、シーボルトすぐにね、出島の召喚長を通じてね、昔こういうことがあって自分を追い出されたけどもう一度日本に行きたいと、うん、ついては許してくれないかと、うん、相談してもらうわけ、うん、そしたら大きな返事が出る幕府の方から幕府からあそれがねちょうどね横浜が開港した年ですよ長崎と横浜がね、はいはい、でもトマス・グラバーもやってくる年ですよ、うん、その年にシーボルトもやってくるんだね幕府が許したってことは、うんうん、もう一回こいつを使おうと思ったんですかね。きっと役に立つと思ったんだよ。うん、というのはね、シーボルトっていう人はね、さっき言った通り、国王のね、開国の勧告書も下書きしてるんだけども、
あの人の頭の中ではね、日本の開国は核あるべきということがちゃんとあってね、それによるとね、長崎を窓口にすべしと、ここをね、他国のいろんな国の人に開けば、それでいいんだと。他のところは閉めたままでも構わない。シフトってそういう考え方の人なんですよ。あ、そうですか。これは幕府にとって、好都合でしょ。合致してますね。あの、まあ、200何十年続けてきたことを。そうそう。そのまま、ちょっと長崎だけちょっとオープンにすればいいわけだから。多分そういう下心はあったと思われる。シフト許してね、長崎に来るんですよ。普通だったら、一応、だからね、追放したものをね、また受け入れると、うん、同じ人物をですよ。うん、そのできない、ね、ああいう経過があって、ああいうことになってるわけだから、それが、つまり交渉として重要な役としてね、やってくるっていうんで、そうそう簡単に受け入れないですよ。うん、そうなんだ。それを受け入れたってことは、政府のね、思惑とちょっと合っていたっていうことなんですかね。うん、その時にね、息子連れてくるんだ。そうですよね。うん。写真が残ってるからね、うん、長崎には、うん。12歳かな、あの子は。はいはい。お二人いらしたかな？うん、二人いる。はい。うん。どっちも日本と関係が。後々ね。後々ね。連れてきてよかったんだよ、後々ね。まあ、そういう主題で一度、出島に来て、はい。そして、そっから住まいが、ここの近くのお寺さんの、ここの辺の日仏教の、波穂村蓮華経のお寺さんが。本蓮寺？あ、本蓮寺。あ、すぐ上です。そこでしょ、はい、そこの、ね、中の、その中、立ち湯といったらたくさんの建物が寺の中、はい、一乗寺っていう、ね、はい、小さな住まい、はい、そこに住んでた、息子と一緒に。ああ、シボルト。うん。ああ、そうなんですか。そのね、一乗寺っていうのは面白いことでね、うん、後ね、海軍で症状ができるときに、今度は春川市が住んでるんですよ、同じとこに。ああ、そうなんですね。その建物取ってたらすごい値打ち物だったんだけどね。そうか。もう消えてる。本蓮寺は、原爆の時にね、やっぱり相当被災したんですよね。あ、そうなの。そうか、あの時に。この海外ではやっぱりちょっと被害ひどかったところですよね。ああ、なるほど、そういう経過があるんだね。ああ、そうなんですか。シーボルトと、初回収を同じとこ住んでた。うんうん、そうそうそう。ほんでね、息子連れてその住まいに入った時にね、はい、長崎の犬がね、狂犬がなんかこう、いたらしくてね、はい、やっぱり父親だからさ、息子のこと心配する。犬に噛まれたら、ね、で、当時の、幕末の頃の長崎に入ってくる外国人ってみんなもうピストルを持ってるんだ。守らなきゃいけないからね。はい、自分を、うん。上位の時代だから、はい。必ず護身としてピストル持ってる。ほんでね、変な犬が来たらね、住職に向かってね、変な犬が来たら、息子に噛みつこうとしたら、俺はこれで撃つからっていう、お断りするんだ。ああ、そうですか。で、住職がね、そうですか。それはもう、そう、やむを得ないことですけれども、はい、その犬が、寺の犬だったら困りますって言うのよ。うん、どうしましょうかって言ったら、うん、なんか印をつけらればいいじゃないかって。はい、そしたらお坊さんが、だったら犬の頭を剃りますってあ。そういうエピソードが残って、うもう笑っちゃったもう。うん、犬の頭を剃りますね。坊主にするって。そしたらうちのね、寺の犬ってわかるから撃たれないでしょ。こういうエピソードが残ってたら。そうですか。で、その、おたきさんね、娘とも出会ってね、はいはいはい、大きくなったね。うんうんうん、あ、そうだよ。おたきさんはなんだっけ、奥さんだったっけね。現地の、おたきさんもそうだな。はい。で、でその娘のお稲さんとも会うんだわな、はい。はい。そしてお弟子さんとも会うんだわな。うん、うん。懐かしかったろうね、お互いね。いやー、それはね、多少
ね、交通のあれが良くなったとはいえ、うん、オランダと日本ですよ。うん、ねそうだよね。うん、で、きっとその、本蓮寺さんが 手狭だったと思って、思えて、はい、その娘の名義を借りて、かつて住んでたあの、蛍茶屋の、今資料館があるところね。あそこに、建物の跡が残ってるよね。あの、なるたきに。はいはい。あそこにもう一度、あ、またそこに。今日帰るの。あ、そうですか。うん、で、いろんな収集なんかもまたすぐ、彼のことだからすぐ始めるんだけど。うん、そうこうしてるうちにね、幕末っていうのはもう刻一刻、一年、もうとんでもない事件が起きるんだけど、お江戸でね、あの、事件が起きるんですよ。上位に関わるね。はい、これはね、あの、アメリカの外交官ハリスについてきた、オランダ語が達者な、英語ももちろんだけど、達者なヒュースケンという、通訳がね、はい、下田時代からずっと、江戸に出るまでずっと勤めてたし、そしてそれからその時代は他の国からフランスとかドイツとかも、あの、講師が次々やってくる。はい、で、その中の通訳もヒュースケンが受け持ったりして、すっごく重宝してたんだな。うん。うん、で、ドイツの、あの、講師団からも雇われて、すごく活躍してたんだけど、その、自分のいる、その、場所から、その、ドイツ、その当時プロシアって言ってたんだけど、はい、のお寺さんの方まで行って、帰ってくると夜になるんだね。うん、そういう生活を毎日繰り返してたら、ある時、そういう、その、ヒュースケンの行動パターンが読まれちゃうんだな。その、尊王攘夷の志士たちに。水戸藩だったかな、あの時は。そして、とうとう、ある時、帰りがけ、もう真っ暗なんだ、夜ね。まあ、従う人は何人かいるんだけど、提灯持ったりなんかして。ヒュースケン自身は馬に乗って通うんだけどね。うん、馬に乗ってるところを襲われてね。うん、でも、あの、日本刀っていうのはさ、カミソリみたいにものすごく切れるらしくてね。うん、お腹をバサッとやれたんだけど、しばらくね、気がつかなかったらしいよ。ああ、そうですか。危ないとこだったと思って、そのまんまで、200歩ぐらいポコポコポコって行ったところで、なんかおかしいと気がついて降りて、そしたら、な、蝶が出てきたんかどうか知らんけど、ばったり倒れてね。あら。そのままもう、既得になるんだけどさ。亡くなっちゃうのね、切られてね。うんうん、その事件というのはさ、うん、その、幕府側から見たら、これから起こりそうだなと予告はし、あの、予見はしてたんだよな、大体。あの、つまり、上位運動がうねりを上げて、こう激しくなってくるわけだから、うん、そういうことがあっちゃならんのだけど、起こりそうだなと予見はしてたんだ。それが実際の問題になっちゃった。うん、こうなったら大変よ、もう。まあ、極端な話が戦争になるんだな、外交官が外交かかる人間が切られたわけだから。そうですね、外交問題ですもんね。うん、極端な方に行ったら戦争になるんだ。うん、幕府困ったね、さすがにこの時は、うん、しかもこれからそういうのがね、うん、どんどん起こる、その気配、うん、そういう時代なんですよ、背景が。うん、そこでシーブルと野党、あの、幕府顧問として来てくれと、なるたきのね、シーブルトのところに使いが来るの。ほう。シーブルトにしてみたらさ、それ見たことかよね。まんまとさ。ああ、そうか、うん。自分をね、うん、もっと。幕府顧問だよ。相談相手だよ、うん。だから息子連れて喜んでいったよ。うん。神奈川、横浜ね、横浜。うん、江戸にも。あそこから行ったり来たりするんだけど、うん、その時がまあ素人の一番もう活躍してね、活躍した絶頂期だろうな。そうか、
じゃあまさにこれ御用なんですね。その通り。相談相手なんだから。そうか。うん。でもね、いい時って続かないんだよね。うん。そのうち今度はイギリス公使館がね、また襲われるんだよね。浪人たちによってね、はい、夜中にね、はい。そんなことがどんどん起きてきてさ、大変なんですよ。シーボルトも忙しかったと思う。うん、で、オランダはね、当時ね、さっき秋山さんがちらっと言ったけど、その大きなアメリカでしょ？イギリス、フランス、アメリカ、それからドイツ。この辺と比べたらその次に来るくらいなんだよね。うん、で、シーボルトはね、立場はね、日本に来た時の立場はね、出島に入った時の立場は、出島で通商会社を、オランダ通商会社を作ろうという話があって、そこのやっぱり顧問として肩書きだ。で、そこ会社から給料をもらってきたんだよな。うん。でもほら、江戸に呼ばれる時には、もう幕府顧問だから、幕府から親分になるってんで、こっち、もう、解雇されるわけ。はい。オランダ。そこでオランダと会計が立たれるわけだな。うん、オランダとの関係がね。うん、で、江戸に行って行ってから、さっき言ったようにいろんな出来事があって、はい、もう、すごく忙しい立場に追われるんだけれども、うん、オランダがね、シーボルトの味方しないんですよ。ああ、そうですか。というのはね、うん、最終、一度話したけれども、シーボルトの考え方は、長崎一行だけを開くと。はいはい。そしてシーボルト、出島に来て何に気がついたかと言ったら、対岸の悪の裏に、ね、その後、練習場、海軍練習場で、鉄工所なんかができていくんだけど、はい、それも見通してね、うん、長崎にそういうドックなんかの、蒸気船の修理するような工場も作ったら、はい、長崎だけで十分というこういう考え方なんだな、うん。ところがね、さっき言ったヨーロッパの国々の大使から見るとね、うん、なんで長崎一個に絞らなきゃいけないんだ。うん、我々現にここは今横浜にいるじゃないかと、うん、こういう考え、横浜江戸にいるじゃないか。なんで長崎来んなりにって、うん、意見がね、対立していくんだ。ああ、そうか。うん、シーボルトは次第に孤立していくんだ、うん、そういうことで、うん、勝てて加えてそこにね決定的な事件が起きてね、うん、これは秋山さん知ってるかどうか、対馬で事件が起きるんだ、ね、知らないです。あ、そう、知らない。対馬にねいきなり軍艦がやってきてね、対馬って複雑なんだけど、はい、入江のね、はい、入江の上の島とか下の島があって、はいはい、ね、行ったことないよ。その中の、その真ん中のこう重なったあたりかな、はい、なんかね、入江のすごく入り込んだところに入ってきてね、はい、いきなりね、もうね、小屋を掘ったて作ってね、自分たちの勝手にさ、ほら上陸してね、うん、うん、で、その土地を持ってる人がさ、抗議に行くんだけど、あんたたちは誰なん、うん、なんでこんなことをするの、ここは自分の土地だから。彼撃ち殺されるの。あ、そうなんですか。鉄砲で、バーンと、あら。そんな事件起きたの。で、その後ね、立ち退かないんだよ。あ、そうですか。対馬ってね、場所がちょうどいいところにあってね。まあ確かにね、それはね。うん、あそこ自分のものにしたかったんだよ。はっきり言えば。うん、だからそこに居ついちゃうんだ、うん。そういう情報も江戸に届くわけさね。うん、で、どうしようか。またシーボルトの時に相談に行った、うん。シーボルトがいろいろ知恵を与えて、うん、ロシアとは親しいからね、いろいろ知恵は。そうか。与えるのだも向こうはね、立ち退かないんだよね。あ、不法占拠したのはロシアなんですか。そうなんです。ああ。対馬よ、対馬。そうか。うん。この時有名なアメリカに行ったことのある小栗浩介之助かな。はい。彼がもう外交官、幕府の外交官として行くんだけれども、うん、これも拉致が開かないんだ。
とにかく居座ってしまってね、うん、言うこと聞かんのよ。まあそれは日本の軍事力を見越してのことなんですね、それはね。なめてんだよね、わかりやすく言えば。じゃあそうするともう外交でやるしかない、シーボルトにということになるのかな。そうでしょ、うん、そこにねイギリス領事が出てるんだ、うん、パークスかな、はい、で今ちょうどね隣には中国にあの連合艦隊のね艦隊来てるから、折りをそうしてくればいいんじゃないかとこう、うん、アイデアをすると幕府に言うわけ、うん、たら幕府はそこでねシーボルトの意見に沿っていくか、幕府のいやあのそのパークスは連合、さっき言ったヨーロッパの連合国の一応の長だよな、うん、二者択一に迫られるわけ、うん、で結局ね、結局そのイギリスの海軍の力を借りればロシアが立ち退くのはもうはっきり分かってんだから、ここで乗り換えるんですよ。逆に言えばシーボルトは排斥されるの、うーん、幕府の高官がシーボルトのとこやってきてね、うん、今までお世話になったけれどお礼はこれだけ数百両これだけあげますからもう帰長崎に帰ってください。その間ね向こうにいたのが、はい、半年足らずだったと思います。ああそうですか。江戸にいたのはそう、うん、でね息子連れてきてたでしょ、はい、その息子がね結局3年ぐらい経ってその頃15ぐらいか中学3年生ぐらいかな日本語が達者になったのよ。子供だからね、うん、早いでしょ。早い。ここにねイギリス公使館が目つけてね、ん申し訳ないけど子供は置いといてくれな。うちで雇うとこくら、うんうん、あの息子で息子が書いてるアレクサンダー書いてるけど15歳の自分に向かってねアンバサダーからさ、うん、サーがついた手紙が来た。自分のことでさアレクサンダーサーなんとかなんとか自分の名前。そうですか。もうその時はねもう本当に嬉しかった。まあでも親父のお株奪ってしまったんですね10代の息子がね。はっきり言えばそうなの、ね、そう捉えることもできるし逆にシーボルトの意思を継いで日本で活躍することになったと、うん、こうも捉えられる。そうですね、うん、父から子へバトンタッチして、うんイギリス公使館の中に入って、それから日本の外交をずーっと手助けしてるのよ、うん。まあ以前のね、イギリスとオランダっていうのは、まあ時として一緒になったり、そうそう敵同士になったりっていうあれだけど、まあこういうこともよくあることなんでしょうね。おそらくね、向こうの歴史から言うとね、うん、なんてことになるのかも。でもその結局イギリスの国益を、のために働くことになったんですね息子はね。そういうことです。うん、でねその長男はね、それから間もなくねあの今あの大河ドラマで彼がねあの将軍の命令でヨーロッパに行くんですよ。はい。あうんその時にね、はい、あのアレキサンダー息子をね通訳で一緒にヨーロッパに行ってる。ほうそうですか。うん。で向こうでね、うん、今度帰ってくるときにね、うん、今度弟を連れてまた来るんだよ。弟を連れて。弟も帰っていたから。弟は日本に来ていなくてずっと向こうにいた。あ、まだ年半は何歳かね。15歳の弟だから。僕は二人連れてきたのかと。そうじゃないですね。うん、お兄ちゃんの方がアレクサンダーの方があの弟を連れてきたな。うん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 、でだからシーボルトの息子二人の息子が。日本でその後活躍するわけ。なるほど。息子は息子で非常にねやっぱり お父さんの血を引いてて、はい、学術的にもすごく詳しくてね、うん、アイヌの研究とかねそれから有名なあの発掘されるあの横浜かなんか あ,、うん、あのあそこ、うん、なんだっけなんとか大森海岸で大森のなんて言うんですかね、うん、ね あそこあれにも参加するのこの弟が
あれイギリスやったことですよね。うん。あの、ハインリヒ。モースじゃない。うん。モース、モース、ね、モース。あれにも参加してるのよ、弟が。ああ、そうなんですか。こうやってこの、シーフレットの息子は、まるでシーフレット神のような大活躍。うん、血は争えないですね。と、お兄さんなんかの方はね、確か40、明治40何年まで、つまり明治が終わる直前まで、ずっと政府の中にいた。ああ、そうですか。うん。大変な活躍してるんだよ。うん。面白いね。10代でさーって、どうね、うん。感動するよね。すごいですね。そう、さ、イギリスのね、でさーってつけたら大変な力なんだから。10代って聞いたことがない。そうですか。あれはなんか勲章を受けないとさーってならないじゃないですか。なんかよくわからないですけど。僕、ね、も、ね、よく知らないけどさ。そうですか。うん。でも、まるでシーボルトのね、こう。うん。生まれ変わりのような、ね、うん、そうか活躍をね、その二人の息子が見せてくれた。そうですか。うん。で、シーボルトほど強引なことしてないみたいだし、どうやら。あ、全然して、そんな、ね、まあ、時代も落ち着いてきたしね。はいはい。うん。うん。そうなんですか。で、帰っていったお父さんはその後の、それじゃあその後どうしたかと言ったら、あの、自分が集めた資料をいろいろ整理してなきゃいけない。うん、あれだけでも大変ですよ。だよね。一人、分かってるのは自分しかいないでしょ、うん、そうだね。大変ですよ、あれ、整理するだけ。よく知ってる。大変。で、あの人の資料はね、二種類分けられて、初期の頃はね、オランダ政府の下で働いたから、オランダに運んでんだな。うんうんうん、なるほど。そしてその二回目の時にはね、ドイツの方に運んでん、自分が住んでるね。はあ、そうか。二つに分かれるらしいよ。もともとあの人ドイツでしょ、うん、そうだよ。うん。あの、元々ね、国籍としてはね。うん。はあ、そうですか。なるほど。そう。まあでも、どんな形にせよ、お父さんの意志を継いだってことですよね。うん。ね。うん。それは鮮やかですね。そうなんだ。そんな意味では、あの、親子っていうのはすっごく息があってるっていうか、面白いよね。面白いですね。すっごく面白い。その割にね、あの、父だけがさ、話題に乗ってね、息子の方ってあんまり、ね。いや、知られてないでしょう。ないでしょう、これから出てくると思うよ、いろいろ。あ、そうですか。うん、だって今のね、渋沢栄一のドラマにしても、うん、そうそうそう。ちゃんと実名で出てくるっていうことだから、そうそう、うん、大いにその、うん、日本史にね、関与してるんですよね。うん、その辺は、まあ、シーボルトはやっぱり、超有名人だから、何しろね。本当にね。これはどうも動かしがたいですけど、息子もこれはね、本当に、なんていうのかな。当時のもう超エキスパートなんですよね。うん。多分、日本語使いとしては、シーボルトどころの話じゃないでしょ、おそらく。そうだね。うん。40年使えるって大変なもんだよね。うん、そうですね。うん。もしかして、その、シーボルト、うん、じゃなくて、うん、他の人が来てたらどうなんでしょうね。普通の、いわゆる凡庸な医者が来てたら、まあこんな家庭も変な話なんですけど、あの人が有名になったってことは、結局あの人、やっぱり日本っていう国をどんな見てたんでしょう、うん、おそらく。やっぱり日本でなんで有名かと言ったら、医者よね。そうです、そうです。そうだよね。うん、で、特にあの人は目の手術得意だったらしいね。そうなんですか。うん、で、当時のことだから、豚をね、豚を置いて、はい、頭をこう置いてさ、うん、豚ってこうやって見せたって、このメスの使い方なんですよ。豚の目を使ってね。うんうんうん、あ、じゃあそういうことでは、その、西洋の医学をね、うまく日本に移植させて、ね。鳴滝にはさ、全国から集まってくるんだよ、優秀なのが。うんうん、そして彼から吸収して、それぞれ、またそれぞれ帰っていくわけね。うんうん、ここだよ。彼の功績はね。そうか。うん、いわゆる、うん、
まあ、小さな医学部、うん、そうそう西洋医学のを作って教育館としたということなんですね。そうそう、うん、それはその出島の小館長とか、うん、あそこにいるスタッフをの、うん、いわゆる医療全般を見るとかっていうにとどまらなかったということなんです、うんうん、もちろんオランダ語も教えるでしょ、はい、そしてオランダ語でね、あのレポートを出させるわけですよ、日本人に、うん、もうできるんだよ、はあ、優秀なの、みんな高野町をはじめとして優秀なのいっぱい、もうオランダ語正確に書くよ、そういうレポートね、日本のなんとかについて、うん、はいはい、まあ場合によってはシーボルト自身がね振り向けるわけ、日本のこういうところを書いてくれないかとね、で、はい、わかりましたって言って調べてレポートを書いて、そしたらその見返りにまた大事なものをこう交換したり、そうか、でそんな風にしてね、うん、バタビアに報告書が行って、うん、それがなんとね、ちょうど今のあのイギリスのあのサイエンスという本があるじゃん、うんうん、あれと同じようにさ、学術誌にね、その日本人が書いたオランダ語の論文が載ってんだよ、うん、そうなんですか、本当よ、まあ一応シーボルが監修したかもしれないけど、それレポートしたのは日本人で、うんうん、でそれがいわゆる学術誌にで世界の世界を結局印刷されて、はあ、そう、もうそういう時代だった、そうか、いや今までそういうのはなかったでしょ、なかったなかった、日本人がそんな世界にね共通するような論文を発表するなんて、そう、効率がいいですよね、うん、シーボルトにとっても、うん、その文科生にとっても、そうなの、一生懸命勉強したオランダ語で、そうそう、で自分のまあその分野ってのは日本のことだから、うん、はっきり言って得意分野でしょ、うん、そうそう、でそれをまあオランダ語で書くっていうことはすごいこれは勉強になりますよ、うんうん、そしてね、彼にはね潤沢なお金があったのよ、うん、どうしてかって言ったらね、そもそもシーボルトをどうして日本に送ろうかというこの問題なんだけど、うん、あの一旦ほらナポレオン戦争の時にオランダは踏みにじられちゃうの、消えちゃうのね、うんうん、であの戦争が終わってからまたこう連合国で話し合って、はい、こう昔のように取り戻さなきゃいけないという、うん、でオランダの場合だったら東アジアはどうしようか、でイギリスはね返すんですよオランダに、ああそうですか、うん、これちょうどこの間の戦争でアメリカがあの日本の領土を返したのと同じようにね返してくれるの、そして今までのようなリサーチじゃダメだと、うん、新たに日本についていろんな産物とかなんとか調べようじゃないかと、うん、この博物学に長けてるやつが一点でシーボルトが白髪の矢が立つんだな、ああそうか、うん、そしてあのバタビアの総督府から莫大なお金がねこの青年にね、うん、20何歳かな7歳ぐらいかな、うん、青年に委ねられて、うんうん、それ持ってたからシーボルトいろんなことできたのよ、召喚長が嫌がるようなことまで例えば江戸散歩の時にさ、本当は自分たちしか行けないのにね、シーボルト別のグループをさ作ってさ雇ってね、うん、別に自分と同時にこう旅をさせるのよ、往復させるの、うん、でずっと記録をね、あのその時川原慶川もずっと描かせてるしね、うんうん、あ、じゃあ自分たちの一行とは別に、あの他にちょっと足を伸ばせば、あの興味深いものがある、それはあのレポートをさせるために、うん、そう、みんなレポートにならない、最後自分のところに集まって、全部集まる、そうそうそうか、つまりオランダのね、うん、オランダが狙った通りの仕事をやったっていうことになるね、言い換えたらね、そうか、日本のこと植物に関しても、それまではツンベリという人が日本植物記を書いてるんだけど、それよりもずっと進んだ、さらに詳しい植物もずーっと調べてるからね。なるほど。ね、あの人の日記なんか読んだらね、もうね、こうしたああしたっていうのも数行書いているんだけど、それに続けてどこどこにこういう木があって、この木はこういうふうなことをしたらこのような役に立つとか言って、ものすごいねディテール
に入り込んで調べやる。大変なもんですよ。そう。あの知識たるや。そうですか。ものすごい。あの、脱帽。じゃあ、もともと持ってる、シーボルトの資質と、うんうん、あの、オランダ政府の意図ってのもがっちりあったってことなんですね、そうですね。そうなんだ。うん、で、誰もそれをやったことがないから、うん、あの、体系だって、やろうってした人がね、今までいなかったわけですからね。うん、そう。あの人がね、あれだけ行動できた場合には、潤沢なその予算がね、降りてたんだね。まあ悪く言うとこれは調査費なんですけど。だから、シーボルトスパイ説ってあるでしょ。うん、あるんだよ。うんうん、今でも言う人があるんだ、うん。シーボルトはスパイだったってね。まあ、情報収集してたってことについては、これは、情報活動ってことじゃない、じゃないですか。まあ、これは、日本の国益とかなんとか考えるとね、うん、これは必ずしも全部が全部、あの、植民地化するためのね、うん、大きな意志が働いてたともあんまり思えないですけどね。うん、で、だから、長崎に対してもある種、思い入れがあったんじゃないですか。長崎を玄関口にして、うんぬんっていうのを固執してたってことは、やっぱ慣れ親しんだ土地だから、うんうん、そうなんだよ、ね。まだ将来性があると思ってたのかもしれない。自分が見た時の日本がやっぱり一番好きだったんだよ、うん、そうですよ、うん。やっぱりそれは最初の地っていうことでね。うん、そう。やっぱり、最後までここにちょっとこだわってたってところは、うん、かもしれないですね。そういうこと、そういうこと。僕もそんな、うん、そうですよ、おそらく。まあ、三人の学者の中では、ケンテル、ツンベルク、シーボルトの中では、シーボルトが一番日本をこだわってるし、愛し続けてるよね。うん、だと思います、うんうん。すごい、あの人の日本、日本という本が残ってるけど。うん、あのね、あの中に驚く中で、あの、日本の歴史についても書いてるんだけど、うん、人種はどっから来たかとかね。うん、すごいよ、うん。あの、ほら、僕が一度小笠原の話した時に島屋一左衛門持ち出したでしょ、はい。もう彼の名前が出てくるんだから、仕事の本には。ああ、そうですか。すごいでしょ、このリサーチ力。うん、すごい。すごいよ。そこまで調べる人なんですよ、うん。日本人が知らないようなことを。うん、ああさっきそのロシアとアメリカっていうのがね、うんうん、まあ日本の門戸を早々に開いたと、うんうんうん、つまりこの向こうのイギリスとかオランダのやり方っていうのが事前に相当リサーチをして、うん、まあ同時に弱みを握った上で近づくと。うん、アメリカはそれの端折って、もういきなり大砲なんだと。そうそういう野蛮なやり方が、自分たちのスタイルではないと、いうことだったのかもしれない。それにすごく反発があったってことかもしれないですね。はあ、なるほど。反感買ったわけよ。言ってみれば、うん。侍からね。それは当然反感買うよ。あんなね、武力の大きなもので、ね、脅しって、うん条約結ぶんだから、うん、そうですね。それは怒るよね。うん、そう。うん。あの時のね、上位運動はもう致し方ない。まあ自分たちの土台を揺るがすこと、うん、そうそうそう。でもあるから、うん。それはそうでしょう。あ、もしかしたらそれは長崎に親しんだね、シーボルトもちょっと同じようなちょっと重なるところがあったのかもしれないですね。もしかしたらね。うん。うん、そうだよね。うん。違うやり方があるというふうなことだったの、うん、で、ものすごい反駁を買うっていう、多分日本人の気質をね、多分、おらん、ね、シーボルトも知ってたのかもしれないですね。うん、ただただおとなしくね、してるあれじゃないから、そんなうまいやり方じゃないんだというふうな、逮捕で脅かすっていうのはね、必ずしもベストでないっていうのを思った。だからある意味、日本人をよく理解してた人なんですかね、オランダ、シーボルトって人。そういうことになるね。うん、一番理解してたんだよね。うん、だと思いますよ。うん、で、ある時期までこの人を見方につけておくってことは必要だったのかもしれないですね。うんうん、でもそのことがあって、政府からお払い箱になってしまった。うん、そうなんだよね。うん、面白いことにそれと同時に今度は息子の方が、うん、活躍し始めるんだよね。
この成り行きはとっても興味深い。そうですね。うん。まあもちろん国力から言っても当時のイギリスとうまくやるってことがね、うん、やっぱり日本にとってはどうしても必要なことだったし、あの2番目にフランスが来るでしょ、はい、フランスは今度はあの一応その連合国の 仲間っていうかグループには入るんだけれども、はい、同時に幕府にも働きかけるんだよね。ああ二股かける。うん、でどっちかといえば幕府の方にあの自分たちの力を貸すことで日本を何とかしてやろうという下心が働くんだよね。これは実際そう、あの軍隊もね実際に横浜に来てるから、フランスから、うんうん、その頃確かほらナポレオン三世の時代なんだよフランスが、はいはい、うん、で将軍、最後の将軍も、あの、それ、そういう、憧れてさ、ね、馬に乗ってね、こう、軍服を着て写真残ってんだけど、あれ、フランスの軍服。ああ、そうですか。はい。で、結局、あの、イギリスは、あの、薩長と結びついていって、その後ね、その後の。はい、でフランスは幕府と最後まで戦う、あの兵士の中の最後の何人かはね北海道まで行って戦う、函館まで行って戦ってるから。そうですか。うん、最後の最後まで幕府と組んで、それは幕府が結局沈んでいくから、うん、それにつれてフランスも沈んじゃった薩長と盗んだこの影の影のイギリスから来たのがグラバーにもなるんだけど、影でちゃんと盗んでね、うん、フィキサーになってでイギリスの方が強くなっていく。なるほど、ね。まあ当時の国力から言ってもこれは、うん、致し方ない結果なのかもしれないです ね、うん、あのね、僕思うけど ね、そのずっと後の話なんだけど日英同盟って聞いたことない？教科書で1902年。わっ、よく知ったら。あれはあれね、うん、結局この時のさ、うん、結びつきがずっと尾を引いてると思う。そうですね、幕末の、うん、結局もう同じですよ、ね、シーボルトの息子もちゃんとそこの中に入ってるわけで、ね、大使館あれも対ロシアのあれですからね、うんうん、そうでしょ、うん、どうしてももう自分の国だけではね、うん、アジアを抑えることがイギリスがね、うん、できづらくなっていたから、これは日本にということなんですよね。そうそう、うん、あの時に日本は軍事的にもねすごくあのそうそうイギリスからねいろんなあれを受けているんで、技術をね受けているんですよ。そう、その通り、その通り、あれでいわゆる一流国になったっていう気分が日本人がこう持ち始めるんだな。イギリスとこう同盟を結べたっていうことは世界のトップでしょう。当初のイギリスは同盟なんか結ぶ必要がないぐらいね、強いんですよ。でしょ？あの、だから、どことも同盟結んでないです。うん、初めてのね、うん、同盟ってのは日本なんですよね。だろう。そう。あのさ、話は脇にそれるけど、電車通りの大鳩のところにさ、はい、日英同盟という看板、名前のお店があんの、貼ってたんだよ、残ってたの。どうなんだ、うん、僕知らないっす。あ、そうか。僕ね、あれ、珍しいなと思ってカメラで撮りに行ったらね、その時もう店がね、売られてね、うん、看板外されてたの。もう悔しかった。どういうお気持ちなんですか、ね、そこを聞きたかったの、そのお店の人に。お宅の名前珍しいですね。日英同盟ですね。一体どういうことでこの名前作られたんですか、本当の話を。そうですか。お店の名前に日英同盟って、珍しいでしょ。珍しいなんて思うんじゃない？極めて。まあ、さっき言ったように、その軍事的なことでね、あの、相当そのイギリスからの技術を含めて援助してもらって。海軍も強くなんだな。ね、そうなんですよ。まあ、それが良かったのかどうか。そうなんだよね。でも、その技術がね、うん、あれなんですよね。
プリンス・オブ・ウェルズっていうね、そのイギリスを代表する戦艦があるんですよ。プリンス・オブ・ウェルズですよ。プリンスね。をね、日本が撃沈するんですよね。アジア、多分、マレーのところかな。で、それはね、大変なね、イギリスの屈辱なんですよ。ああ、そうか。で、それはまあ、もう今はもう、そのお年の方はね、まあ、もういなくなってしまってるかもしれないけどね、あれをね沈められたっていうのはねすごくね屈辱らしいです。そのね魚雷作ったのは長崎のね兵器製作所なんですよ。はい。そこの今の長崎大学の本部がね魚雷を作った、昔魚雷工場だった。あ、あそこね、うん、そうだね、あそこは兵器工場だったね、うん、で、うん、長崎兵器製作所っていうのが正式名なんですね、はいはい、そこに釈迦があるんですよ、社の歌。その中にね、プリンス・ウェーズをね、ここで作ったね、魚雷が沈めたっていう一節があるんです。誇りと思って。当時としてはもう、うんうん、歌の中に織り込まれてるの。そうです。それはもう最大の、その、でもその技術自体はですね、あちらの、ウィッカーズっていう会社があるんですよ。イギリスのウィッカーズ。ウィッカーズバイカウントってあるでしょ？あれ全部軍事、そうですね。それとか。バイカウント。ホワイトスネークとかね、そういうね、軍事産業のところがあるんですよ。そこにね、三菱から行ってるんですよ。すごくね、写真見せて思ったことある。もうね、ヨーロッパ人回ってますよ。で、特にイギリスでね、はあ、その技術を教わるんだけど、その途中にね、例えば、パリの、凱旋門が見えるところで観光してるところとかね、そういうの写真見せてもらったことがある。それで、技術を習得して、その、魚雷のね、うん、開発にね、役立ててるんです。で、それでね、うん、プリンス・オブ・ウェルズってね、沈むことになるんですよ。その魚雷で。その魚雷で。三菱で作った、そこの大橋町で作った魚雷で。その時、魚雷はどっから発射されたの？いや、これはね、航空魚雷って言って、うん、飛行機でね、ぶら下げて、進んでるぞ、それ。ボンと、あれしてね、海に沈むんですよ。それがブーッと上がって、酸素魚雷って言うんですよね。進んでるね。いや、これはね、ナチスドイツがね、日本の技術でね、欲しかったのの中にね、確か日本の技術でね、4つぐらいしかないですよ。ナチスドイツは進んでるから。うん。で、このね、魚雷のね、は、三菱で、開発した魚雷っていうのはね、興味があってね、このね、図面をね、確かね、ドイツに渡ってると思います。欲しいと言って。で、日本から持っていくのはね、南洋のマレーシアで積んだゴムとか、その天然のものなんですよ。その、2号潜水艦で、ずっと、ナチスと繋いでたでしょ。もうロシアは渡れないから。当時潜水艦しかないですからね。なるほど。で、向こうからはエンジンの図面とかいろんなものをね、してますけど、軍事的にはね、日本はやっぱり、ドイツに比べたら劣っていてね。で、その中にはね、長崎の、兵器製作所の酸素魚雷っていうのがね、でもそれはもともとはね、イギリスなんですよ。イギリス。そうなの？そう。ホワイトスネーク社って。はい、僕そこの技術者の人とかこの話伺いましたから。そう。まだご存命だったから。へぇー。とりあえず酸素の魚雷ってどうして酸素がついてるの？酸素っていうのは、酸素魚雷っていう言い方は僕もちょっとうろ覚えなんですけどもね。うん、もちろん動力でブッブッって行くんですが、圧搾空気をね、一部使うんですよ。ほー。で、それでもって、なんかね、内燃機かなんかを、なんかするんですよ。だから酸素魚雷って してるんですけども。まあだから、日本ですごくね、それは、技術的にリファインされて、優れたものになった。そんな話してんのに、秋山さんぐらいじゃないの、もはや。いや、だって、酸素魚雷って結構、ね、残ってる。有名ですよ。そうだって、三菱の正式兵器製作所の社会になってるんですから、まだ歌える人いると思いますよ。まだ学徒動員で行ってる人。そうですか。まだ80代後半ぐらいの人、まだ歌えるんじゃないかな。へぇそれぐらい、まあ、長崎はね、日英同盟のあれを受けてる。うん、影響がね。影響を受けてるところなんですよ。そうですね。だからそれで、自分たちのね、プリンス・ウィルズを沈没させてしまうっていうね、こと。うんうん、歴史っていうのは因縁が深いんだね。皮肉なことが
ありますね。まあだから日英同盟なかったら三層魚雷もないんですよ。だからプリストレーズも多分沈没してないと思う。ああ、うん、だからちょっと話よく見話が絞るところ始まって三層魚雷はね来ちゃったな。うん、でもやっぱりシーボートはやっぱり長崎がやっぱずっと最後も離れなかったですね。ああ、そうです。生涯。だってね、あの人最後はさ、ちょうど日本館っていう記念、ね、日本に関する資料館、うん、作ろうとする中で一人で倒れてしまったんだよねって娘さんがそれ見つけたんだけど、まだ瀕死の状態で、最後の言葉がね、うん、自分はあの夢のように美しい日本に行くんだって。そういう言葉残してなくなって。うん、だからいかに彼がね、うん、日本を好きだったかよね。生涯って自分を生かせたところだったんですね、それじゃね。自分も生き生きしてたんだね。そう。もう日本一色だったのかもしれない、ね。うん、そうそう、あの人の生涯。うん、ほんとその通りだわ。うん、まあ、それに、まあ、第一人者で、いろんなことに通じてるわけだしね。うん、あの人は他にいないわけだし。だから、まあ、学者としてもね、そういうことで、ペリーまでその本を読んでたっていうことだから、第一人者で学者としてはね、他の人と、比較するまでもないような人だったのかもしれない。やっぱりだから長崎に生まれ育った我々としては、うん、やっぱりシーボルトは大事な人物だね。そうですね。うん、そうですよね。二、うん、人の男の子を含めて、ここを強調したい、ね。そうか。じゃあお医者さんっていうね、あちらの出島のね、お医者さんっていうので有名になって、なんか、お菓子にもなったりしてるでしょ？ね、なんかありますよ。郷土のお菓子で。うん、おたくさってお菓子があるじゃないですか。でも、やっぱり長崎、日本っていうのは最後まで離れなかった人なんですね。うん、遠くにいてもね。うん、あの当時、まあ確かに召、出島の召喚のね、医師とかっていう立場だから、まあオランダ、日本を、行き来するってことは普通にしてもね、あの当時、2回も往復して、それも、2回も来た時はかなりご老体でしょ、うん、そうだ、60超えてるよね。そうそう。で、やっぱり、日本を単純なその、植民地にさせるわけにいかないっていうのはね、あの人やっぱり、うん、あったと思いますよ。うん、いや、やっぱり日本が好きだったんじゃないですか。そこら辺の石をその、息子が計らずもね、うん、ついてるっていうところがすごく面白いと思うの。そうですね。うん、そう、うん。別に父親がさ、吹き込んだわけでもないでしょ。はい、ただ連れてきただけよ。うんうん、それが、だんだん日本語が上手くなってね。うん、通訳としてね、イギリス公使館に雇われて、うん、そこからずっと日本政府の、それこそ相談役みたいな役、うん、ずっとやってるんだから。そうか。うん、江戸時代から明治までずーっとシーボルトの父子は親子は関わっていくわけ、うん、長いよスパンで見ると長いですね。すごい。いや、シーボルトね、お医者さんとしか我々は ね、うんうん、そうね、うん、認知してないですけど ね、そうじゃなくて、うん、そうじゃない、親子まで含めて、うん、そう、うん、親子も含めて見てほしい、うん、シーボルトは、うん、そうか、うん、まあでも今はね、うん、渋沢栄一のドラマで、それもちょっ と取り上げられてるっていうし、うんうん、いいことですよね。そうそうそう。いや、まあ、シーボルトがね、名を成し得たっていうのは、他のね、医者としては立派な方がいらっしゃるかもしれないけれども、シーボルトはシーボルトで、むしろ医学に留まらなかった人であるっていうことなんですね。うん、はめてた、はめてた。めちゃくちゃはめれてますね。めちゃくちゃ。やりすぎてるから。いや、あれ最初のね、うん、やっぱりほら、コレクションのあれってのは、あれやりすぎですよ。すごいよね。ねえ、いくら船だからいっぱい積めるとはいえですよ。うん、強欲そのものですよね。びっくりするね、あれね。あんた何しに来たんですかってことでしょ、うんうん、カゴもそのまま持ってた。そう、あのか、そう。ねえ。いや、
びっくりした。いや、そうですよね。いや、やっぱり、あの人ながら、これよくできてるわねと。やっぱりこれ、実物を自分のそばに置いておきたと思ったんじゃないですか。まず自分のあれが優先してますよ、あれ。いや、他の人が見たら、これ何って、あれ、調度品じゃないです。あれ、美術品じゃないでしょ、うんうん。日常生活で使う品物、全部、まるで時代をそのまま移動させたような集め方だもんな。いや、そうですよ。まあ、あれ、物好きのね、範疇、感想か。普通、何や、何や。美術工兵ですよね、屏風とかですよ、うん。そういうの持っていくんだけど、まあ、そういうのもあるかもしれない。ああいうのこう、日常のね、あの、我々が使うようなものまでね、持ってってるってことはね。とんでもない話ですけど。松本さん、今日もありがとうございました。いいえ。失礼します。失礼しました。JOZZ0AVFM お聞きの放送は長崎市民 FM です。